でもちょっと今回ですけども夜中からちょっととあるところに向かってるんですけど、僕の元によく来る DM、 あとリップで、あとコメントでお金貸してくださいっていうのがあるんですよ。これは本当にもう過去もトータルするとおそらく数千件僕言われてるんですよね。で今まで一度も反応したことなかったんです、それに対して。貸すわけないだろって話してたんですけど、ふと思ったんですよ、一体どんなやつなんだと、うん、お金貸してくれって言ってるやつってどんなやつなのか、一回会って話してきてみるぐらいだったらいいんじゃないかっていう、本当取材も兼ねて一度会って話を聞いてみたいなっていうふうに思ったんですよ。どんな人でなんで借金背負ったのかとか含めて気になっちゃったんで、で今回 DM 来たんですね。お願いがあります、借金を500万していて辛いです。これがもう一発目の文章なんですよ。自己紹介とかなく、まあ、やばいやつです。だからどっちにしろで人生を終わらせたいと思うんですけど、最後にヒカルさんに500万貸していただけたら起死回生、人生もう一度明るくしてみたいです、よろしくお願いします、何でもしますってことだったんですよね。で僕はこれに対して YouTube 撮影が可能ならとりあえず会って話を聞くことならできますと、取材に近い形でって言ったんですよね、うん、そしたら少し希望が見えてだけでも嬉しいです、大丈夫ですということだったんで、話を進めていって、もう厳しいことを言われる覚悟でも会いたいと言われてるんですよね。で、じゃあ、住所だけ教えてもらったら行きますっていうので、これ3日ぐらい前に DM して、今っていう感じなんで、もうかなり直近の話です。で、最後にね、住所もらった後に、向こうから来たのは、了解です。ちなみに、本当に500万円借りれるんでしょうかっていう、ね、俺、貸すって言ってないのに、もう勝手にここ借りるってなっちゃってるんですよ、この文章の中では。で、これに対して俺は、もう一回ね、改めて言ったんですよね。とりあえず話を聞くことがスタートですと。はい、そこからは話してからでしかないので、お金を借りす運動に関しては全く何もないんで、そこは勘違いしないでくださいって言っておきました。まあ、でもそれでも分かりましたと、可能性がゼロじゃなければ話してみたいですというふうな感じだったんで、僕としてはお金って簡単に貸せるもんでもないんで、この人がなぜ借金を抱えてしまったのかで、借金を返す案とかを提示できたら僕はいいかなと思うんですよ。この人だってこう会ってちょっとプラスになったら僕はいいかなっていうふうには思ってます。あとそういう DM をくれる人ってたくさんいるってことは、同じような悩み抱えてる人いっぱいいると思うんで、もうそれだともうまとめてここでいい感じの解決案みたいな出るんじゃないかなっていう、こうした方がいいとかっていうのを出せそうかなと思ったんで、もう実際話聞いてみて分かんないんでね、なぜ借金背負っちゃったのか、このギャンブルなのか詐欺なのか、本当にそこは分かんないわけですよ。そこも詳しく聞いてきながら、今どんな生活を送ってるのかとかももういろいろ取材していこうかなっていうふうに思ってます。とりあえずね、会ってない DM のやり取りした感じでは、まあいい人なんですよ、全然悪いやつじゃない。僕年下なんですけど、25歳ぐらいって言ってたんで年下なんですけど、悪いやつじゃないんですけど、多分ちょっとバカですねもうそう、文章からにじみ出るバカさ加減というか、なんかこう世の中を知ってないというか、なんていうんですかね、借金抱えるのももう仕方ないんかなと思うような感じではあるんですよ、文面見てる感じ。ただ別に悪いやつではないんですよ、全然話してる感じだから、なんかいいアドバイスができたなっていうふうには思います。この出会いをこうプラスに変えてほしいなっていうのは思いますね。実際ちょっとそこ本当あったらしくないと分かんないですけどね。じゃあこう目的地まで向かいたいと思います。はい、ちょっと目的地の公園着いたんで、ちょっと電話してみます。もしもし。あ、もしもし。今公園着いたんやけど。あ、じゃあ今から向かいます。あ、了解。はい。はい、失礼します。はい、じゃあちょっと降りて公園で待ちますか。公園で話すことまあないからな、夜。ここに来るということなんでね。一体どんなやつなのかってことですよ。借金するだけでも結構ね、多分普通じゃないというか。そんなのでプラスアルファで自己紹介せずに金くれっていうのもなかなかやばいじゃないですか。プロフィールなし。プロフィールなしです。はい、だから年齢と今教えてもらった住所ぐらいしか分かんないです。他何もなかったんで、情報が聞けば多分教えてくれたと思うんですけど、普通そういうのって自分から言うじゃないですか。もう逆に僕はストレートすぎてこいつやばいなと思ったんで選んだんですよね。結構額でかいっすよね。でかいっすよ。500万は500ですか25とかで500万の借金って普通抱えないんで、何がきっかけなのかっていうのは本当分かんないですね。で今どんな人生を歩んでるのか、借金返済を自分で頑張ろうとしてんのか、うん、っていうことですよね。人生を終わらせようみたいな感じたんで、プラスの方向に導けたらいいですけどね。500万なんてよほどの理由がないと貸せないでしょ。500万でかすぎる話したらね、まあ、よほどの理由あってもなかなか難しいですよね。まあそうですね、うん、はい、でも多分ね、くだらん理由なのような気もするんですけどね、借金した理由も。家はなんか居候してるって書いてましたよ。居候、多分もう家賃払えないんじゃないですかね、わかんないですけど、どっかに友達というか誰かに居候してさせてもらってるみたいな。家は使いづらいから近くの公園どうですかっていう、まあ、公園か車だったんですよ。それだったらまあ公園でいいかなっていうことで、雰囲気はまあ出ますけどね。うん、公園で500万を貸してたら詐欺みたいなもんですかね直接はね、直接渡してたら、いや本当どんな人来るやろ過去にいろいろ変わってきたけど会ったことないからな、実際に出会ったことないもん、実際に直接500万貸してくれませんかって人に。うん、普通言いにくいやん。 DM は確かに来るもんな。そういう毎日にも来るんですか。行きますよ。雇ってくださいとかみたいな、めっちゃ多いですね、そういうなんか。
怖いっすよねこれ。まあそうっすね。だって顔写真も何もなくて、まあアイコンは一応顔なんですけど、これ本人かどうか分かんないんですよね。はい、でもなんかめっちゃ成功してる感じの顔っすけどね、このアイコン見ると。めっちゃなんか成功者ですね、これ成功者っぽくないですか、この顔ちょっと。成功者。なんかそれでもシュッとしてますね。結構イケメンの成功者みたいな一応アイコンなんですよね。もしかしたらその授業で失敗したとかかもしれないですね。まあ、可能性ありますね。本当になんかなるほど、本当に普通に授業失敗してお金なくなったとか。はい、エリート感あふれる顔なんですよね一応、うん、アイコンは。借金する人産まないためにもこれ結構いい勉強になると思うんですよ。借金した人の話聞くってどこから人生転落していったのかっていうのを聞けるんで、ね、うん、一応今日護衛多めで。そうですね確かに、はい、どんなに危ないですからね。そこ来たら分かんないんでね本当に。あ、確かに来た人が、あの人っぽい。あー、あれかなんかアベマ TV みたいじゃないこれ。ミクル君のあのそうなんですよ、高井くんさんインタビューするみたいな。あー、はじめまして。あ、全然全然こんなカットです。ちょっと本当に通過半信半疑で。あのアイコンの人。あ、そうです。じゃあアイコンのそのまんまの人や。結構普通のイケメンっていうただので、ちょっとその辺に座って話を聞いていこうかなということで、はい、年齢が今26歳で今居候してると。そうです。で、借金があると。そうですね。これがだから気になるよな。ほんまにあると思ってなかったんだって。そうですね。そんな俺初めてやから、お金貸してくださいって言いそうに会うのすごい話だけどじゃあ名前は何て呼んだら、出てもいい名前を教えてほしいんだけど。あ、じゃあ K です。 K、 K 君は、はい、これ今借金してると、はい、なぜ借金したのかっていうのをもう順を追って教えてほしいんだけど。そうですね、最初自分もともと生まれてから小学生低学年まで親と会ったことなくて、うん、親おらへんかったってこと。いや、いるんですけど、うん、実際に今もおばあちゃんと一緒に暮らして、うん、なるほどなるほど、はい。でそれからあの両親と再会して、うん、こっちの地元の方に、うん、まあ、戻ってきて、うん、暮らすようになってきたんですけど、うん、あんまり親ともそりが合わなくて、うん、でそれで自分に2個上の兄貴と2個下の妹がいて、うん、自分ちょっと素行不良とかいろいろあって、うんうんうん、で中退でしたんですけど、そこから働いててずっと高校中退と。でずっと働いてて、うん、で妹がどうしても専門学校に行きたい、うんうん、でそのでもお金がないから出してほしいって言われて、うん、初めてそこで借金。どこに借金それ借りに行くん。いや、それはもう消費者金融初めて、いろいろ自分で結構調べて消費者金融、その時も二十歳超えてたんで。なるほど。こう学校ってこう奨学金みたいなんていうのはなかったりするん。いや、あるんですけど妹がその女の子だから、うんうん、あんまりそういうのをしたくないみたいな、うん、なるほどね。でも自分も頼まれて、うんうん、まあ仲いいとは言えなかったんですけど、うん、まあでも自分も頼られてちょっと浮ついて、うん、その借金を。それでまあ妹のために一応借金した、はい、そうですね。金額的にはどれぐらいの。最初はその元々自分が貯金してたのとあって、うんうん、まあ、50万最初に借りたんですよ、うん、まあまあでも50万やったら返せるもんな。そうですね、まあ、普通に今それが10倍になって500万になったわけやろ。そうですね。他どうこれで増えていくのかっていう。でまあその借金を初めてしてしまったっていうので、うん、取り返さなきゃっていうか。なるほど、まあ、ちょっと焦りで、うんうんうん、でまあ金利とかも結構バカにならない額だった。どれぐらいの金利なん、ちなみにこの50万借りましたってなったら年利 14% 14% の年利、はい、これって どうなの。普通ぐらいなんですか。普通では多分普通、ね、普通ではない。あのグレーゾーンの、グレーゾーンの高いギリセーフっていう感じ、うんうん、ちょっとだから怪しいところ借りてもらったってことや。プロミスみたいな。あ、そうです。でも 14% ぐらい、はい、じゃあ年利 14% ってことは5万ちょっとぐらいが年間で上乗せされると、まあ、毎月どれぐらい返していく予定だった。2万ずつ返す予定だったんですけど。2万ずつで返せるもんな。はい、全然返せるんで、まあ、それで借金、まあ、はい、いけるなと思って借金したわけ。そうですね。でそっからこうどうなっていったん。で返して出たんですけど順調に、うん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 、その後自分が結構友達だと思ってた人に、うん、騙されたっていうか、まあ、その大学やってる時代だったんで、うん、そのなんか投資系のなんかに誘われて、でそこでまあでもお前が言うんだったらいいよって、なんかまあ結構飲みながらちょっと適当に返事しちゃって、うん、それでまたそっから100万しちゃったんですプラスで。なるほどね、はい、友達に言われて100万必要で、100万あったら稼げるって言われたことだろ、はい、簡単に言ったら、はい、よくある話やな、うん、投資詐欺みたいな感じで100万あったら稼げるから出せばって言われて、はい、次ももう一回同じとこで借金したってこと。いや同じとこじゃなくてまた別の。あ、別のとこでね。それはあの紹介してもらった金融屋さん。あ、その人に。はい、もうはめられとるやん完全に。そうですね。でもそこも繋がってると思ってたんで、そっちに連絡すれば帰ってくると思っちゃって、うんうん、あ、なるほど、友達が返してくれると、まあ、さらにあの信用しちゃってたんですけど、うんうん、ただそれが
金融屋は別だから関係ないから返せないと言われて、友達言われて、で投資はその失敗したと。そうですね。それは100万借りて50万どれぐらいも減っとったん、それの時もう多分30万ぐらいまで減ったんです。じゃあ130万ぐらい借金があったっていう、はい、それでただそっちの100万の借金ができちゃったんで、うん、そっちからまた20万借りてそっちに返すっていうのをやっちゃって、あ、なるほど、借金返したのに借金するっていう、はい、あ、もう悪魔のループみたいな。そうですね、牛島君によく出てくるやつや。そうですね。でそこからやっぱ一回借金するとこう借金してもいいんだっていう感覚になるわけ。借金普通したくないやん、はい、普通だって50万借金してさ、はい、それ妹のためとしてもそこで追加で100万借金しとってならんやん、普通の感覚で言ったら。そうですね。ただそれを取り返そうっていう考え方がダメだったのか分かんないんですけども、うん、まあ、なるほど、借金の50万を投資で回収しようってことだよ、はい、楽して稼ごうみたいな。そうですね。で、まあ、借金しましたと、はい、でこれでも100万したやん。そう でもこれやったらまだ返せるんじゃないんですか、はい、返せるんですけど、次あの独立してちょっと人を雇って返そうと思って、うん、そこは独立入るんや、はい、すごい発想に行くな。そうですね。なるほど。普通の仕事を一旦やめて、まあ、仕事を同じような仕事をしつつ、うん、しつつ自分で自営業みたいな感じで人を雇うんや、はい、そこ、はい、でもお金どうするの、雇うって言ってもお金ないやん、借金するやん。社長に借金をしようと思って、うん、あー、なるほどね。でそこで200万借りれて、うん、それはどれぐらいの条件で借りたの。だって住んだら200万じゃ借りて、はい、200万で返してっていうのはないやろ。あ、でも本当にそのまんま返してくれればいい。あ、いいんや。あ、いい、オッケーって。まあ今もその社長のところで働いてるんですけど。あ、働いてんや、関係続いてんじゃん。はい、でこれでじゃあトータル300万ぐらいや、借金は。じゃあいつの話なんこれは。独立しようとしたのが24歳の時。2年前。でそっからこうどうなっていくん。全てが裏目裏目に出ちゃって、うん、で全部失敗になって手元から全部なくなっちゃって、うん、返さないとっていうのもあるし、うん、また他の金融屋から借りるっていうのを繰り返してたらいつの間にか今が500万ないぐらいですかね。ないぐらい。何社ぐらいから借りたのこれに今は。5社ですかね。毎月どれぐらい返さなかんの。最低1万円ぐらいだったと思うんですけど、毎月一応2万円ずつ返してるんですよ。でも5社やったら10万。はい。でまた別であの社長の方に毎月5万ずつ返してるんで。で今どれぐらい稼いだんじゃ自分では。今あの手取りだと35で、そっから結構稼いでも稼いでないんじゃん。そこから社長さんに引かれて、うん、5万引かれて30万になりました。でもそっから全然返せるくない。10万引かれても20万あったら、あとの20万なんですけど、うん、まあ、自分のまあ性格も悪いんですけど、人に奢っちゃったりカッコつけて借金した状態で今も、まあ、今はそんなにないんですけど、うん、そういうのが続いてどん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 って感じです。でも別にそのさ、人生絶望するほど今別に仕事もあるしさ、はい、30万を稼げます。コツコツ返していったらさ、別に1年2年ぐらいで行くもんなんじゃない。この年になってくると遊ぶっていうのもなくなってきて、まあ、あとは仕事だけってなって、うん、これから別にもう面白いこともないなと思って、うん、だったらもうって思っちゃうんですよね。ああ、もう生きてても意味ないって、はい、でも自分が悪いもんな。悪そうな人ではないやんか、パッと見ちょっとなんかお人よしで、ちょっと甘いところ誘惑に負けやすいタイプやんか、はい、多分。で別に35万もらえるだけ仕事ができるってことやろ。35万も手取りでもらえへんと思うで普通の人、多分やけど、その年齢でそこは恵まれたわけやん。その社長もいい人なわけやんか、はい、最低限、はい、だからその社長のためにこう働こうとかならへんの。社長のために独立をするっていうのが最初だったんですよ、うんうん、でその外国人の人とかを雇って、うん、でするのに事務所とかを作んないと外国人は雇えないんですよ、うん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 、でその事業に関しては失敗しちゃったんですけど、まあ、これからもずっと社長には感謝してるんで、本当にどうにか社長に恩を返したいなと思って、うんうんうん、じゃあもう頑張って生きるしかないんじゃない。もう生きたくないっていうのがおかしくない。矛盾してない。ちょっと矛盾してるんですけども、うん、ただまあ自分が終わればリセットされるっていう考えっていうか、まあなんかちょっと、いや正直別に俺は、はい、経験が死のうがもうあんま関係がないって関係ないし、しかも別に俺はどっちでもいいんやけど、はい、今言うてそんな絶望するほどの状況じゃないで、俺からするともっとひどい状態になって世の中山ほどおるで。普通500万貸してくれっていう人はもっと絶望した状況で言ってくると思うんで、だから今別に言って社長に5万返して消費者金融に10万返しても20万余るわけやんか。全然余裕で生きていけるし、別にちょっと遊ぶお金あるやん、20万あったら全然頑張ればよくない。2年3年ぐらいやったら返せる金額じゃない。返せないですかね。返せるとは思えないですね、うん、自分は。そう、なんでなん。計算的に30万もらってちゃんと返してると、はい、毎月こう返済する金額決めたらゴールって見えるわけやん。それ通りにお金をやれば、はい、終わりなんじゃない。はい、
それができんってこと。自分の今までこう本当にバカだったんですけども、いや今までとかでこれから帰ればいいやん別に。それは誰が聞いてもこう同情する余地が1ミリもないというか、はい、怒りたいわけでもないし、こうあれないけど、いやもったいないとしか思えへんって言って、悪い環境じゃないし今なんでそんなネガティブに考えるんかな。ポジティブに、借金はもう仕方ないやん自分がしてもたんやから、はい、でも切り替えてこう人生やり直せるチャンスが今あるわけやで。まだ普通借金500万しとる人って職もないから普通、それやったら絶望やんって言って、若いし見た目も悪くないやん別に、はい、全然こっからやり直せんのに自分が勝手に諦めとるだけやから、だから本気でやっぱそのお金の管理ができるんだったら、もうその社長にそれこそ言って、給料35万だったら5万社長に引いてもらって、社長が消費者金融に返してもらうようにするとかさ、もう初めから自分の元には15万とか20万しか来ませんっていう状態で残り15万をちゃんと返してもらうとっていう風にしたら、さすがに返せるやん。そうですね。そういうのをすればいいやん絶対的に、はい、自分じゃ無理なんやったらな、もう社長にやってもらってとかにすれば別に返していけると思うやんな。そうですね。要はもう自分で返すっていうのを考えてたけど嫌になるのは強いってことやろ。要はもう、はい、額も大きいからちま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 何年も返すのがしんどいってことやろ。はい、それもあるんですけど、うん、一番最初に話したばあちゃんとずっと暮らしてたんですけども、うん、死んじゃって、うん、それもあって生きるそうです、ね、意味を失ってるみたいな、はい、なるほどな。まあ、俺正直そこに関しては俺何も言えへんのやけど、人って絶対にいつかこう別れが来るから、寿命でも何でもそうなんやけど、それはこう K 君にだけ来るもんではなくて、俺にも来るし、みんな平等に来るわけで、自分だけが別にこう今絶望なわけじゃないっていうことはまあ一つ覚えててほしいな。でなんならまあ多少確かに借金500万抱えとって聞いたら、あちょっとこいつやばいやつだなと思うかもしれんけど、今の現状聞いたらそんなまだそこの底ではないで、だからこう全然這い上がれる条件が揃っとるから、はい、これが年取ってやで、45とかになって借金500万あります、で職もないですってなったら働くとこ見つけるのもめっちゃ難しいやん、はい、やったらもう返す方法ってもうなかなかないと思うんで、それこそほんまに。そうですね。そう、そこで初めて絶望やん、はい、でまだ若いしさ、まだってこんだけ言ってもな、モテる方やろ多分この見た目やったら、言うてもそんな別にモテへんわけじゃないやろ絶対、言うても、まあ、あんまり女遊びとかはしないんで、うんうん、別にそんなんさ、彼女作って結婚して子供できてもおかしくないやんか。そうですね。そういう別に今は思いつかへんような未来が待っとるわけやんか、まだまだ、はい、やのにここで人生諦めて逃げるっていうのはもったいないし、あと仮にやで、俺がほんまに優しくて500万貸したったとしても、はい、多分また同じことになるで、正直な言っちゃないけど、はい、自分で返さへんかったら一緒やでほんまに。そうですね、うん、でここでこう会って俺の話聞いてどこまで心に響くか分からんけど、はい、ここでこうターニングポイントと捉えて本気で人生変えに行くしかないで、やっぱり自分のこと助けてくれるって自分しかおらへんから、はい、500万貸してって言って貸してくれるやつなんか、まあ、なかなかおらへんね、やっぱり。そうですね、関係があったとしてもな、はい、でそれに借りれたとしても同じじゃんって、やっぱり同じこと繰り返す、やっぱ人に借りて何とかしようっていう発想が分かんない。自分で今35万稼げてんだったらそのお金で返していかなかったら未来がないから、それをほんまにやった方がいい、マジで。でもそれしんどいで、めちゃくちゃ。でもそれはもう自分がやってきたことだから、でもまだ人生終わってないっていう風に思ってほしいな。生きるのはしんどいんかもしれんけど、楽しいことなんか山ほどあるで、またこっから、はい、まあ、あと言って仲間には最低限恵まれたわけやろ、まあ、社長もおるんやったら、まあ、そうですね、友達はすごい恵まれてます、うん、社長に言った、もう行きたくないみたいな相談した。いや社長にはしてないです、うん、もう社長と飯とか行ったら普通に、あよく行かせてもらって、うん、行ってさ話してみたら、今正直もう借金500あって自分一人じゃ返せる未来が見えないと、だから社長も協力し借金返済のお金を社長から振り込むようにとか、なんかそういう風にしてほしいとかっていう風に言った方が早いと思うで、自分でできんやったら。そうですね、うん、なんで社長もある程度評価しとうから別のことやらせようとか、あとまあ給料35万払うわけやん、はい、そう、能力低くないわけやん別に、はい、ただちょっとこう詰めが甘いというかさ、認識が甘くて変に借金してたりとか、なんかこうちょっと騙されやすいというかさ、甘い話に弱いっていうだけやと思うんやって。で今後なんか絶対肝に銘じてほしいのは、もう借金を絶対しないってこと、もうこれ以上こう消費者金融に行かない、借りないっていうこと、返し終わったとしても、そうちょっと100万返したからって言って別に100万借りて OK みたいなのもないし、あとやっぱカモにされとると思うんやって、無駄に35万稼ぐやんか、はい、じゃあ金があるやつなわけやん最低限、じゃあ投資話とかで100万で稼げるよって言われたらちょっと乗っかってまうやん、それはもう絶対に無視するってことやな、まず返すことが大事。そうですね、うん、投資って別にいいことだと思う、投資って正直した方がいいし、でも借金してまですることじゃないやな。でもまあこんなんさ、今の状況から絶望かもしれんけど、はい、30超えた時に普通にめちゃくちゃ優秀な社長になっとってもおかしくないやで別に。でこの経験を生かしてほしいよ俺は、はい、借金してっていう経験なんて、俺もだってさ借金800万したことあるんで、俺そうなんですか。そう、俺あんねん800万、はい、俺1年で返したね。それは返し方は俺仕事で返した、やっぱりもう死に物狂いで仕事した、だから返せんねんで、ね、ほんまに、はい、
逆にそれがすごいいい経験になるで、きっと。それは YouTube とかでって書いてたんですか？俺 YouTube じゃなかったけど、ネットのビジネスで稼いで、はい、で800万返して、でその余ったお金で YouTube やったりとかして結局ここまで来たんやけど、はい、でも似たようなとこから這い上がってきてるんですよね。世の中山ほどるわけよ。そうです。そう、その時に俺とケイ君の差が何かあるとしたら、はい、絶望してたかどうかやねん。要は、はい、こう絶望してなかったわけ俺は。だからこう今までここまで来たわけよ。実際普通に35万手取りでもらえる人なんてなかなか来らんから、ほんまに。それは自分の凄さやと思うわけ、はい、能力が高いっていう証拠だと思うわけ。だからそこを生かして投資で稼ごうとするんじゃなくて、自分で稼ぐっていうことを本気で考えてやった方がいいと思う。わかりました。そしたらマジでこの経験が生きて、いつかこう借金しとったことすら笑い話になるかもしれんわけ。で面白い話になるで、借金しとったって話って、はい、普通のやつせえへんからな。だからこっから本気で切り替えて逆転するしかないっていう。逆に逆転して俺は1年後2年後とかに連絡来てくれて、もう借金返せましたっていう連絡来てくれたら俺はすごい嬉しいし、そしたら初めてまともに関われるっていうこと、もっとまともな会話ができる。普通にそこまでやれたとしたらな、人間として。今やったらもう正直お前が頑張れよとしか言えへん俺は。わかります。でこんなんでもみんなそうやから、誰のとこ行ってもそうやから、まあその社長優しいから貸してくれたかもしれんけど、普通はそうやし、今はこの社長がめっちゃいい人なわけやから、その人のためにも、まだ若いわけやから、だって人の何倍も頑張ってやるべきやで、マジで。わかりました。じゃ仮に1年後自分がこう返してたりしてたら、うん、そこで俺にまた500万借りに来る？一緒に飲み行きたいかな。ああ、それはいいで、飲み行こうじゃん。じゃあ俺がほんまに借金500万返して、はい、すっきりしたら連絡してきて。わかりました、うん、まあそれの途中で投げ出しなんて連絡してきてもいいけど、まあ、適当に俺もあしらうかもしれんけど、文字1個ぐらいで返すかもしれんけど、はい、もうそれはじゃあほんまに約束するわ。もう普通に飲み行って返したエピソードとか、これからどうしようとしてるのかその時聞くわ。お願いします、うん、借金がない状態じゃないと魅力がないから、借金を返し終わったやつは魅力になるで、やっぱり、はい、500万跳ねのけたわけだから、それが1年でも2年でもかかるかもしれんけど、でも本気でやってほしい。だって俺がこうやって会いに来ることってめっちゃ珍しい。8年 YouTube やってるけど、こんなそのお金貸してくれなんていうコメント山ほど来たわけ、はい、もう数千件来てもらえて、はい、1人目やで あったのお金貸してくれて、もうたまたま選ばれたわけで、運よく、はい、ありがとうございます。これをきっかけに更生するじゃないけど、別になんか犯罪を犯したわけじゃないやん、別に。そうです。そうだから何か大きな悪いことしたわけじゃないやん、はい、だから何もまだ失ってないわけ、まだ若いんやから、はい、だから借金ただしようだけやん。どっちでもいい、そんな別にどんどん気にしたわけやで、ほんまに。今からどう生きるかやから、本気でもう無理やっていう、もう時はもう何も言わず死ぬから、人って。俺に助け求めとる時点でまだ携帯触る余裕あるわけやから、 YouTube 見る余裕あるわけやから、まだまだいけるで、うん、だから俺は最初終わってこれをモチベにできるんやったら、一回こうね普通に飲み行くっていうのも面白いと思うけどな、はい、俺からするとやで、あったわけやから、せっかく500万の価値を感じてほしいな、この一回の出会いに、はい、でいい方向に行って何かで起業して成功する、それが俺は嬉しいけどな、はい、でそんなん全然ありえるからさ、マジで。一人の出会いが人生を劇的に変えるっていうのはあるから、動画で聞くよりこう直接会って聞く方がやっぱ違うやん、やっぱなんか響くものってあるやんか。そうですね。それが多分ほんまに残るかもしれへんし、心に残って、それが1年間2年間自分が頑張る機会になって、一つのモチベになってやれたら返済っていうのも全然ありえるから、はい、で俺はそう返済してほしいし、それは自分のためにも、こう社長のためにも、まあ、いろんなそのおばあちゃんも天国行ってもたかもしれんけど、はい、おばあちゃんのためにもそうすべきやし、自分が今までマイナスなことをしてきた、経験してきたってことも、それを一つ生かして、これからケイ君みたいにこう借金抱えるやつが出てくるかもしれない、仲間とかで、はい、それもアドバイスできる存在になってほしいし、はい、いや俺はこうあったけど返せたとか、借金した人にしか分からへん気持ちってあるやん、はい、や俺もしたからして、やっぱりその一瞬はどうしようかなって思ったけど、まあ、俺はたまたま諦めへんかったから、モチベーション高かったからこう跳ねのけれたけど、まあ、今回こうこんなきっかけってなかなかないから、普通に会わへんかったら何もなくモチベーションなく生きとったかもしれんけど、もう一つのモチベーションに今続かんかもしれんけど、そこはもう頑張ってとか言えんから。わかりました、ありがとうございます。まあ、頑張ってくるよそこは、さすがに。そうですね、うん、こんな若いんやから言っても、はい、言っても恵まれとるで、はっきり言うけど、いやマジで。そうです、全然普通に男前やし、普通の人やん俺思ったわけ、はい、なんか借金500万の人から500万貸してくれてる人ってもっとよく分からへんじゃんかと思ったわけ、はい、で意外に普通のやつすぎて、でしかもちょっと多分自分がもう爆発すぎたっていうところがあるやん、でも自分で分かってると思うやんって、はい、甘かったとか、はい、ただそれだけでさ人生これ終わったとして棒に振るっていうのはもったいないから、大逆転してくれマジで。そんで飲み行こう。ありがとうございます。じゃあ頑張ってな、はい、マジで。東京の夜を教えてください、はい、あ、東京の夜を教えよう。じゃあまあそれはもう借金返したらほんまに一回俺が東京のヤバめの夜を招待するわ、はい、じゃあそれはお願いします。それができたらほんますごいわ。ほとんどのやつは多分無理やろなって思っとるから、逆にそれバネにして。はい、わかりました、うんうん、俺も半分無理やと思っとるけど、はい、まあ、どうせこいつ今日だけで何もせんで終わるやろなと思っとるけど、ちょっと忘れると思う俺は。1年後に連絡来てもあこんなやつおったなぐらいになっとると思う、はい、でも
それをバネにしてやってほしい。わかりました。普通にコメント欄とかもいろんなコメント書かれると思う、厳しいコメント書かれると思うけど、はい、それをもう見て、なんか心が弱くなった時にそれを毎回見て、残るから、ずっと動画は、はい、この動画は残り続けるから、はい、それを見てもう自分を振り立たして、でやっぱ飲み行くぞっていう、東京の夜を知るためだけに頑張って。はい、わかりました。それはほんまに期待してます。じゃあ、はい、というわけでね、今回、まあ、借金500万してて貸してくれと言った張本人に会いに来たんですけど、なんかね、こう悔しさもありますよね。なんか別にこう能力も低くないのに諦めちゃってる、人生まだまだやのにこんな若さがあって、俺からしたら羨ましいぐらいの若さがあって諦めちゃってることは悔しいし、だから俺はこうこの動画きっかけで逆転してくれたら、それってめっちゃすごいことやし、それすごい世の中に勇気を与えるからな。いやだってこれ見通しでも借金してる人っていっぱいおると思うよ多分。でも俺はこう俺が貸してポンってあげることは簡単やけど、そうじゃなくて自分の力で跳ね返すことができたら、それって多くの人にこう希望を与えることでもあるから、はい、うん、俺はそうなってほしいなというふうに思ってるので、もし今借金してね最悪の状況だと思う人がいたとしても、まだまだ絶望じゃないんで、 YouTube 見れてる時点で絶望してないんで、本当に絶望してる人は YouTube 見れる関係いないんでね、それを心に留めて自分の力でね返してください。はい、そんな感じで今回はねすごい26歳の少年と会ったという動画でした。ありがとうございました。はい、というわけでね、夜の公園で熱く語ってしまったんですけど、なんかちょっとね最後彼の顔がちょっとなんかすっきりしたみたいな感じになってたんで、最後ね出演料渡すわって言ったんですよ。そしたら、いや大丈夫ですっていう風に言って、頑張りますって言ってたんで、めっちゃなんか心に響いててくれたのかなっていう風には思いましたね。すごいこう前を向いてここから頑張りますみたいな雰囲気を感じ取ったんで、あとやっぱそのね返し終わった後に飲み行きたいですって言ってくれたのは嬉しかったですけどね。普通もっと違うこと来るんかなと思ったんですよ、一緒に仕事したいですとか。はいはいはい。でも出た言葉が飲み行きたいですだったんで、あこいつやっぱ多分本当はもう根っこめっちゃ嫌ってたんだろうなと思いましたね。めっちゃ真面目で全然こう借金するようなやつじゃないのに、ちょっと一個踏み外しちゃったことがきっかけで、しかも理由も妹のためにまず最初借金してるわけですよね、スタートは。でもそれで多分借金することに慣れちゃってて、でそれでなんかちょっと人生が悪い方向に向かっていったんで、根っこは全然いい人なんですよねベースは。でも多分ちょっとずれちゃって、歯車がずれて今ああなっちゃってるだけで、マジで1年後とか2年後とかに俺が忘れた頃にこう連絡来るんじゃないかなと思いましたね。うん、そんな気がしました。まあ、そうだってほしいやな。そうやったらめっちゃね面白いし、人生捨てたもんじゃないよなって思う。俺会いに行ってよかったなとも思うし、でもこれやっぱ実際会ってみてよかったですね。最初 DM 来た時だったら何やこいつはって思ったんですけど、やっぱ話してみたら普通にいい人なんですよね。普通にいい人できっかけがないだけで頑張るって意思はあったとしても、なんかちょっと一歩を踏み出せないとか踏ん張れないっていう人なんだろうなって思いました。だから今後もこう DM でちょっと気になった人には会いに行こうかなっていうふうに思ってるんで、いつか皆さんの誰かのところに現れるかもしれないんで、本当にその困った時は DM してください。全部見れないですけどね、本当に雲の糸を掴むような感じでもしかしたら僕が現れるかもしれないんで、ただその僕は別に甘いことをしてただ助けるだけとかっていうのはないんで、ね、普通に多分その人その人に応じた厳しいことを言ったりとかそういうことをすると思います。無償でお金貸すっていうのは、まあ、今ちょっと考えれないんですけど、よほどの理由がないと、まあ、よほどの理由があってもちょっとなんか条件付きとかになる気がしますね。まあ、ちょっと思いつかないんですけどね、これに関しては。でもまあ会って話してなんか変わることもあると思うんでね、そういうのはちょっと今後やっていけたらなというふうに思います。ちょっといいですか最後に。はい、今運転してる彼、あの騙されて400万ぐらい借金します。今借金の650万ぐらい。石油かなんかに投資してくれっつって、はい、そう、こんな身近に入江さん、それ言うと思いました絶対。あの入江さんの運転手でいるんですけど、いつも僕も送ってもらったりするんですけど、借金背負っとってもでもまあ結構楽しそうに生きとるもんね。まあでも、もうトライ用なんですよ、気の持ちようなんでしょうね。借金600万抱えてでも普通に楽しそうにやってる人もいれば、返せばいいやって思ってる。そういうことで、そういうことなんでね、はい、もう借金返せばいいんで、はい、人生頑張りましょう。はい、リアルタイムの光です。今香川県にいて朝目覚めたところです。でこの後ねちょっと普通に炎上軍で撮影があったりとかでバタバタしててあんまり撮る時間なかったんで、もう朝からになってます。で今僕の現状を話すと、もう本当にバタバタしてて余裕がないです。 YouTube のことで余裕がなくて正直かなり苦しい状況です。でもなんかこう変わればいいっていうその光は見えてるんですけど、まあ、なんかすでに決まってるスケジュールだったりとか、もう外せないスケジュールみたいなのがめちゃくちゃあって、自分がしたいことがこう A だとしたらもう B が強制的にスケジュールに入ってるんで、
A がしたいのに B をしないといけないっていう、まあ、仕事ってそういうもんなんかなっていうような状況になってます。で僕は正直その A がしたいって言った時に B をするっていうのがもう本当に嫌な人間で、それがすごい苦しいし悔しいし気持ち悪いなって思うんですけど、でもさすがにね決まってたスケジュールをボイコットするわけにもいかないんで、まあなんとかね自分なりに落とし込んで前を向くしかないなっていう、ちょっと視聴者の人には分かりづらいかもしれないんですけど、ガチでそういう状況です。あと本当寝不足が結構続いてるんで、2時間ぐらいしかね寝れてないんで、3日ぐらい思いっきりねどっかで寝たいなっていうのはありますね。やっぱ寝ないとやっぱ頭リフレッシュしないんで、パフォーマンス落ちていくのも怖いんで、そこはちゃんとねこう寝て回復する時間は設けたいなと思います。これ見てる視聴者の人もやりたくないけどやらないといけないことってたくさんあると思うんですけど、もう僕も今そんな状況です。本当はねやりたいことずっとやってればそれが一番幸せなんですけど、やりたいこととか成し遂げたいことのためにやりたくないことをやるっていう、それも大事なことだと思うんで、自分が掴みたい未来のために頑張りましょう。僕も頑張ります。というわけで、今回の動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。